青春18きっぷは JR 全線の普通列車の普通車自由席が1日乗り放題になるきっぷで、年齢を問わず使用することができ、毎年春夏冬の3回発売されています。水石所は1623年江戸幕府によって設置され、その東門が昭和35年石所跡に復元されました。アプトの道は旧信越本線の廃線跡に整備された遊歩道で、横川駅の碓氷峠鉄道文化村から旧熊野平駅までの約 6km のルートです。アプトの道の名称は、かつての信越本線の碓氷峠区間がアプト式鉄道という方式によって運行されていたからです。丸山変電所は碓氷線が電化されたことにより、明治45年に建設され、純レンガ造りです。平成6年、碓氷峠鉄道施設として国の重要文化財の指定を受け、老朽化に伴い、平成12年度より改修工事を進め、平成14年に完成しました。
碓井第三橋梁、通称メガネ橋は、碓井川に架かるレンガ造りの4連のアーチ橋で、全長91メートル、川底からの高さ31メートル、現存するレンガ造りの橋の中では国内最大規模であります。